それ違うの？ポール。近づいてまいりましたが、私たちはオリンピックに反対する、2020東京オリンピックお断りの、メンバーです。今日これから、オリンピックは最大だ。オリンピックは最大だ。五輪最大お断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。嘘と賄賂の東京五輪。嘘と賄賂の東京五輪。バラマキ経済バブルは崩壊。バラマキ経済バブルは崩壊。東京五輪は生活壊す。東京五輪は生活壊す。オリンピックは未来を壊す。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。わっしょい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 。オリンピックは最大だ。おおぴぴおぴぴ。ノーリンピック、ノーリンピック。ノーノーオリンピック。ノーノーオリンピック。ノーノーオリンピック。オリンピックは災害だ。オリンピックは災害だ。五輪災害お断り。五輪災害お断り。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。通販宅配センター交通渋滞。通販宅配センター。じゃあこれからお願いします。皆さんこんにちは。さっき天気のいいポールありましたけれども、このペースでやると多分私ダメだと思うので、自分のペースでやります。私たちこれから1時間ぐらい、2020東京オリンピックのアピールに耳を傾けてほしいと思います。予定されている2020年の東京オリンピックですけれども、開催まで2年を切ったということで、この何日間か、大会期間中のスケジュールですとか、開会式、入場料の発表などがされています。入場料金1万2000円から最高30万円、誰払ってみるのかなというふうに思っています。とんでもないです。この国書の中のオリンピックということで、開催時間もいろいろ工夫されているようですけれども、でもその半分以上はアメリカなんかのメディアのはめ、向こうの、上映、ニュース、報道時間に合わせてというふうにも聞いています。このオリンピックですけれども、招致の段階からいろいろイチャモンついていました。今建設中の国立競技場ですけれども、そのまず建設問題ありました。それから招致の中での、賄賂の問題もまだ、明らかにされていません。招致の時に安倍首相アンダーコントロール、福島は完全にアンダーコントロールされていますというふうに嘘っぱち言いました。でも福島の問題全く解決されていません。今西日本ですごい豪雨で被害被っている人たちがいますけれども、その復旧も全然されてないです。西日本の豪雨だけではなくて、このところ毎年ものすごい災害起こっています。そして原発事故、福島の原発事故、私たち忘れることができないというふうに思います。その中で本当に必要なところにお金を差し伸べる、そういうことをしてもらいたいわけだけれども、全くそれとは真逆にオリンピックに莫大なお金を使われるということに対しても私たち怒っています。私たちはオリンピックやってる場合かという声をここから上げていきたいというふうに思います。では一番最初トップバッターですけれども、今回の五輪だけでなく今までの数多くのスポーツイベントに対していろんな角度から問題を指摘してくれているスポーツジャーナリストの谷口源太郎さんから発言してもらいます。よろしくお願いします。どうも
こんにちは、谷口です、トップバッターということで、私は今のオリンピックの現実というものをしっかり 見つめ直さなきゃいけないということをお話したいと思う。今から30年以上前に IOC はオリンピックの看板を変えました。変えたというより新しい看板をつけました。どういう看板か、マネーファーストです。マネーファースト、完全な廃棄主義の看板を掲げました。それ以来100人前後の IOC 員たちはこの莫大な興行収入をに群がりました。そして今日至るまで10人以上も犯罪者を出しました。贈収賄事件です。でなおかつ現在も日本オリンピック委員会の竹田会長が、東京オリンピック招致の際に2億3000万円の贈収賄事件をで疑われております。フランス当局がいまだに調査している。つまり IOC そのものがですね、30年前からマネーファースト、廃金主義で決定的に腐敗堕落している。でそれが今日まで至っているわけです。で一体どれぐらいの金が集まるかというと、これはとんでもないお金が集まります。だいたいいろんな計算ができるようですが、ある工業を打つと、オリンピック工業を打つと約1兆円近い収入が上がります。なぜか、誰がそんなお金出すんでしょう。一つは大企業です。多国籍の大企業がですね、スポンサーシップとしてオリンピックをに莫大な金を出す。例えば2020年について象徴的なのは、トヨタ、初めてオリンピックに自動車メーカーがスポンサーになりました。そのトヨタが1000億円を超える1社でですね、1社で1000億を超えるスポンサーを払っているという。その他パナソニック、ブリヂストンの日本国内企業ばかりでなくて、インテル、アリババなど多くの自由通社の、外国企業を含めて、スポンサーシップをしています。その総額たるや、おそらく数千億円はもちろんトヨタだけで1000億円ですから、押して知るべしです。1社100億円を下らない、それプラスですね、莫大な金を出しているのはテレビ局です。 NBC、 アメリカの NBC をはじめ、日本の NHK 民放を含めて、冬季夏季含めてですね、例えば NHK と日本の場合、民放の場合、東京を受けて660億円のお金を放送権料で契約している。 NBC に至ってはおそらく、冬と夏を合わせて、2000億円を超える放送権料払い。このテレビの放送権というの、これもスポンサーシップと同じように莫大なお金になります。実はこの企業からの資本とメディアからの資本、この金、お金がですね、オリンピック自身をコントロールしているわけです。 IOC はその手先になって動いている。そしてそういうことです。でこのようなオリンピックのありようが一体何を生み出したんですか。一番大事なのが選手です。選手というのはこれらの興行ので収入を上げる材料でしかない。しかも勝利至上主義で、金メダルこそが価値がある、それ以外は意味がない、とことん追い詰められている選手たちは。それでしかも使い捨てです。彼らが求める、資本が求める選手のパフォーマンスというのは、よりエキサイティングでなきゃならない、よりスリリングでなきゃいけない。次から次にアクロバティックな競技がどんどん増やされていく。
このような中に選手たちは一体人間性など人間の尊厳だ、人間の生命だ、そういうものを全く無視されている。まさにアクロバティックな、競技を強いられたあるような道具です。で、使い捨てになる。こんなオリンピックというものが続けられていいものではありましょう、ありませんでしょう。断固として、オリンピックというものは継続させてはいけない。早く止めてですね、本当にスポーツというものが人間にとっていかなる価値があったり、いかなる意味があったり、人間のコミュニケーションの中、人間の関係の中でより豊かな世界を築く大きな力になる、そのスポーツというものを我々の手に取り戻さなきゃいけない。そのためのオリンピックというものは大きな阻害になっています、阻害要因になっています。何としてもオリンピックを早く、阻止してですね、これを続けさせないようにしなければならないと思います。どうか手を合わせてその方向を模索していこうじゃありませんか。以上です。私たちはオリンピックは災害だということで、オリンピックに今からでも反対しようという声、ところで声を上げています。ぜひ私たちの仲間がこのリーフレットを配っていますので、ぜひお手に取って読んでみてください。ちょうど2年前の、2年後ですねの7月の24日からオリンピックは開始されます。だけど皆さん見てください、この暑さ、毎年毎年命に関わるようなこの暑さの中で本当にオリンピックが開催できるのか、もう少し私たち考えてみてもいいんではないのかと思って、ここで声を上げていきます。では次のアピール者です。北村沙耶さんです。1932年からのオリンピックをずっと見てこられて、オリンピックについて語っていただきます。よろしくお願いいたします。北村です。1932年のロスアンゼルスオリンピック、ラジオで聞きました。愛国心をそそなかされます。私1925年生まれですので、4年ごとにオリンピックを体験してるわけですけど、その都度子どもたちは動員されました。ずっと恨んできています。で、オリンピックやパラリンピックについて の被害はこれからいろんな方がたくさん語られると思いますけれど、私は元教師でした。私にとって考えれば、オリンピックの弊害というのは、一言で言えば道徳教育の教材になっていることです。この4月から全国の小学校で道徳教育が始められています。それも強化化されて、愛国心を押し付けて評価をするっていう道徳教育が行われているわけですけれど、行われている学校の教科書を見ると、道徳の教科書を見ると、どの教科書にも多かれ少なかれ、オリンピック・パラリンピックのことが書かれています。みんなね、オリンピックは何にでも使えるんです。道徳教育の特目いろいろあります。22あるんですけど、ちょっと上げたらキリがない。その愛国心から、郷土愛から、礼儀から、作法から、何も上がれば22あるわけですけど、そのどれもがオリンピックは使い手があるんです。それとして今使われているということに、すなわちオリンピックを反対だとすれば、同時に道徳教育を返上することを一緒に考えてほしいと思います。以上です。ありがとうございます。沙耶さん、ありがとうございました。沙耶さんには私たちの会の講座でお話ししてもらったり、これからも何回も、お話聞きたいなというふうに思っています。ぜひお断り宣言も執筆された鵜飼さんにアピールしていただきます。鵜飼さん、よろしくお願いいたします。今日私は、オリンピックと天皇制の関係ということを、一つポイントにして、お話しするということにしたいと思います。それで、今増田さん の、お話にもありましたけれども、私は北村沙耶さんよりも32年後ですね、64年のオリンピックを小学生として、経験しています。
で、その時も、作文を書かされたりですね、東京での小学生でしたので、事実上動員と言っていいような、経験をしていて、その時の非常に不快な記憶が、私が、オリンピックに反対する、第一のですね、動員でもあります。でしかし、今回のオリンピックについてはとりわけ、先ほどもお話がありましたように、明らかに福島第一原発事故を隠蔽するために国策的に、招致されたオリンピックであるという、この点はもういくら強調しても強調しすぎることはないと思います。でそしてさらにですね、ここで簡単にお話したいのは、日本のオリンピックは、1940年のいわゆる幻のオリンピック以来、現在、組織委員会の方では常に復興五輪だったというふうに、言ってきてるわけですけれども、その64年のオリンピックに反対する、運動というのも実際にはあってですね、その時のさまざまな文献を見ていて改めて驚かされることがいろいろあります。64年のオリンピックの招致運動、いつ始まったと 思われるでしょうか。1952年4月28日の独立の十数日後に始まってるんです。つまりもう最初から独立したら40年のリベンジをやるんだということをですね、40年の五輪招致にも関わった人たちがもう実はやっていて、64年まで、来ているわけですね。この連続性、これやっぱり見逃してはいけないと思います。そして、今回の2020年のオリンピックですけれども、先日、原爆のズーバルキ美術館で展覧会が行われた、風間幸子さんの、ディスリンピア、ね、これは本当にオリンピックを徹底的に、今増田さんが言われた優生思想としてのオリンピックを徹底的に批判した、最高のアート表現だと思いますけれども、このディスリンピアには2080という数字がついています。つまりこのままいけば2020年のオリンピックは、1940年のオリンピックが神武天皇の神話的なですね、神話上の即位から、2600年というふうに言われてから80年後のオリンピック、2680という数字が自然に浮かび上がってきてしまうような、そういう流れになってるんじゃないかということが非常に鋭くえぐられていると思うんですね。そういうふうに考えてみますと、60年のオリンピックも、今の天皇の、結婚したですね、59年いわゆる日中ブーム、そして1968年の明治維新100年というこの流れの中に位置づけられて64年のオリンピックがあったわけです。で今回はどうか、今年が、明治維新150周年ですね。そして来年天皇代替わり、そして今これはもう本当に阻止しなければなりませんが、改憲ということまで言われています。そしてオリンピックが2020年にやってきて、じっくり考えなければならないのは、次の天皇の事実上の最も多くの外国人ばかりではなくて、日本人も最も多くの人々がその姿を見て、その言葉に接するのは2020年の東京オリンピックの開会式になるということなんですね。これは64年に、私よりもう少し大きかった人たちは、64年のオリンピックの開会式に初めて前の天皇裕仁が、要するに生中継で喋るのを見るわけですね。このインパクト非常に大きかったということが言われています。でもうこうなるとですね、明らかに1940年のオリンピックはその4年前のベルリン大会、ナチス五輪に、なぞらえた民族の祭典として構想されていたことは明らかであり、そしてこのままでいけば2020年の東京オリンピックは絵に描いたような民族の祭典になってしまうわけです。ここには我々が思っているよりもずっと現在の日本の政権はナチスに近いと、実際にナチの手口に習うといった大臣が未だに居座っているわけです。このことをもっと我々はやっぱり真剣に受け止めて、
この時代に対峙しなければいけないと思います。本当にオリンピックについては問題点を数え上げればキリがないわけですけれども、今日は私はこの点を強調して、おきたいと思います。一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。気持ちの悪い民族の祭典お断りです。私たちの責任にもなります。みんなで返上していきましょう。じゃあ続いてですけれども、このオリンピックでお金儲けをしようとしている人たちがたくさんいます。で特にですね、テロ対策という形での監視強化、それも許せないものです。共謀罪もそのために作ると言って作られてしまいました。今度8月の末ですけれども、川崎ではイスラエルが、セキュリティ企業のための、シンポジウム、を開くということで、その反対の取り組みをしている川崎でのイスラエル軍事エキスポに反対する会から杉原さんお願いします。日曜日のクソ暑い中お疲れ様です。原宿の駅前ご通行中の皆さんにもぜひお伝えしたいんですけれども、このオリンピックなぜお断りか、たくさん理由が今も述べられてきました。で私は武器輸出反対ネットワークというグループの代表をやってます杉原と言いますが、今お話にあった通り8月の29日30日と川崎市の普段スポーツに使われている施設であるトドロキアリーナというところで、イスラエルがなんと武器の見本市をやろうとしています。武器といってもですね、さすがにいつもイスラエルでやっている場合は銃とかもう本当に生々しい武器を並べるわけですけれども、今回はオリンピックに向けたテロ対策だ、あるいはサイバーセキュリティ対策だということで、おそらくそういう露骨な武器はさすがに川崎市も展示はさせないでしょう。しかしここで並べられる安全保障の名のもとで開発されたものというのは、皆さんもご存知かもしれません、イスラエルという国が延々とパレスチナを占領し、つい最近でも3月30日に始まったパレスチナ人のガザを中心とする非武装のデモに対して銃撃を加えて、現時点でも140人以上が殺され、そして1万5000人以上の方々が重軽傷で傷ついています。こうした抑圧と虐殺の中で開発されてきたものを日本のオリンピックで売りつけると、そのためにこのイスラエルの軍事エキスポというものが位置づけられています。川崎市は今まで1982年に核兵器廃絶平和都市を宣言しました。そしてヘイトスピーチに対する、対策も進めています。多文化の共生ということを謳っています。なぜその川崎市がこのようなヘイトの親玉、いわゆるアパルトヘイト国家というですね、人種差別国家、戦争犯罪国家の武器展示会に許可を出すのか、私たちは今直接許可を出した、地域振興課という中原区の担当部署や、あるいはトロキアリーナの指定管理者、この中には今日の夕方にですねサッカーの試合をする川崎フロンターレも入っています。コナミとか東急とか川崎市スポーツ協会が入っています。こういうところに対する申し入れも始めています。開催まではあと40日ほどですけれども、メディアやあるいは中東の研究者の方々、そういう方にも力を貸していただきながら、何とかしてこの恥ずべき敵日本地を中心に追い込みたい。万が一中心に追い込めない場合でもですね、8月29日平日ですけれども、午前中になると思いますが、また詳しく呼びかけますけれども、ぜひ今日集まられて皆さんも川崎市トロキアリーナに駆けつけていただいて、数百人思っているんですね、ささやかですけれども、本当はもっと来てもいいと思いますが、大きな脳の声をこの武器展示会にぶつけていきたいというふうに思います。もう最後にしますが、今度今チラシ配りました8月3日に、川崎の方で、討論会をやります。反オリンピックの視点からも発言していただきます。さまざまな取り組みこれからやっていきますので、ぜひ今までやられっぱなしでしたが、ここで、一矢報いたいというふうに思っています。
力を貸してください。ありがとうございます。あ、そう、あ、すいません。あ、杉原さん、はい、ありがとうございました。今安倍政権がやってること、秘密保護法ができ、そして、共通番号制ができ、そして、盗聴法の拡大ができ、そして去年は共謀罪、そしてそれに合わせて戦争法です。この4点5点セットで私たちの人権が本当に侵害されていく、戦争のできる国へとなっていく、そして立派な監視立法が、全部できてしまいました。私たちはこの取り巻くところは本当に常にいろんなところから監視されている、それに気づかない私たちでいることではありたくないなというふうに思います。監視なんてされては嫌だということで、本当にそれを跳ね返していきたい。今ならまだオリンピックも返上できる、そしてさっき の武器輸出の展示の川崎で の展示も返上しよう、みんなで大きな力を合わせていきたいと思います。奥田凛じゃな、半五輪の会だ、須藤さんよろしくお願いいたします。暑い中お疲れ様です。半五輪の会と申します。ここ原宿ご通行中の皆さんも、ぜひ聞いてほしいことがあります。東京オリンピック決まってどうでしょうか。経済効果出てきてますか。皆さんの収入はなってますか。お伺いしたいです。このことについては、3兆円儲かるとか、ひどい資産では30兆円儲かるとか言って、この東京オリンピックは、東京に招致されました。ところがとんでもない、私たちがこの間直接現地に行って見てきた限りでも、例えば2016年のリオオリンピック、今もう経済不況、それから政治も不安定になってしまって、とんでもないことになっています。そして今年行われた、ピョンチャンオリンピック、ここも現地では、大事な山が、ずっと貴重な原生林が保護されてきた山が500年もの樹齢の木がバンバン切り落とされて、ほとんど使うことのない国際規模の維持費ばっかりかかるスキー場ができて、そこからたくさんの人がまた立ち向かされました。そして今この施設の維持ができなくて、スケートに使ったリンクは全てもう取り壊し、たった4日間しか使わなかった開会式場も、ほとんどもう使われることはありません。巨大な箱物、税金を、オリンピックが終わった後も使い止めようなオリンピック、このために私たちは今後どんどん金を吸い取られていきます。それだけじゃない、オリンピックはここ東京でも、主に貧困層の人を追い出して、建設が進められています。ここからほど近く、新国立競技場オリンピックスタジアム建設が進んでいますが、ここの周辺にあった明治公園という素晴らしい公園、ここからは野宿者の人がたちが日本スポーツ振興センターによって仮処分強制執行というひどい形で、立ち退き強制排除されました。隣接していた都営霞ヶ丘アパート30世帯はほとんど高齢者だったのに、高齢者の人たちが、追い出されて今、工事のためのバックヤードとして利用されています。こうやって貧困層を追い出し進められている、オリンピックに対して、私たちは追い出された明治公園の人たちと一緒に半五輪の会も原告の一人となって、明治公園オリンピック追い出しを許さない国家賠償請求訴訟というのを今国に対して、東京都に対して、そして JSC 日本スポーツ振興センターに対して、裁判を行っています。今の左手の方のテレビのビジョンで多分その模様など、見れると思います。本日はもうここ神宮橋前にも、街頭テレビを持ち込んで、上映していますので、ぜひその様子、一旦でも見ていってください。私たちはあらゆる手を使ってこのオリンピックの排除体制に抗していきたいと思っています。そしてあの半五輪の会、今晩このデモの後、被災地置き去りオリンピック許さないということで、新宿で引き続きイベントを持ちたいと思っています。オリンピックは
日本の問題を米から隠すために採取されました。その最大の問題は2011年福島で東電の原発事故、この放射能被害がまだ全然終わっていない。今も被災地の人たちが苦しんでいる。これを2020東京オリンピックです。こんなものありません。その現地からの報告を今日木村さんがお話ししていただきます。ぜひ集まって声を聞いてください。一緒にオリンピック反対の声をますます盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。裁判私も傍聴に行きましたけれども、国側それから JSC それと東京都ですね、弁護士10人も、出てきました。それでやっぱりここでもお金儲けっていうかネオリベの弁護士の人たちが、こういった人の生存をかけた裁判に対して、敵対して出てきている。とっても無駄遣いだというふうに思います。裁判を応援していきたいと思います。そして今日の夜でも終わって疲れてしんどいかなっていう気もしますけれども、涼しいところで、ゆっくり被災された方のお話も伺いたいというふうに思っています。そのほんの触りになるかと思いますけれども、気仙沼から、このためにやってきてくれた、方からのアピールです。お願いします。皆さんこんにちは。東京暑いですね。頑張って皆さん集まってくださってありがとうございます。宮城県は気仙沼市というところで、地区の9割の家が流出して今、復興中ということになっているところから来ました。私たちは2013年にオリンピックに誘致するっていうニュースを聞いただけでももう考えられないと、何を言ってるんだろうって。仮設住宅っていうところに私は、ね、2年ということで6年いたんですけれども、私の親がいたんですけれども、全然そういうところを顧みられてないし、今まだなおその福島のことは、福島原発の事故のことは全然解決していません。これは本当に私たちは何を本当に国にどういう存在価値として見られているのかというのがことごとく分かるようなことが、本当この8、7年間何かあるたびに、あ、もうどうでもいい扱いなんだなっていう、すごい打ちのめされてくるっていうか、まあたまらない気持ちが続くわけです。続いてるわけです。で、東京の人ってどうなんだろうって、何を考えて東京オリンピック開催するっていう指示を当選させたんだろうっていう、すごい持ってきたんですけど、今日短期間の間にいろいろ勉強させてもらって、本当に東京の人たちの苦しみって半端ないなと思いました。いるだけでも耐え難い。なんてこんな教育の中まで介入されちゃって、声を上げられないのは別に被災地だけじゃなくって、今も女川原発って冷却系統電気系統5つのうち4つ破壊されて、今やっと5つで爆発免れただけなのに、それでそれを見ながら私たちは暮らさなきゃいけない状況にあるわけですけども、しかも再稼働をもくろんでます。もう話もそっちこっちすいません。慣れなきゃいけないので今日は場数踏みの一歩目としてできました。今夜場所はラバンゲリア新宿のなんか素敵カフェで、私がこのもっとな取り留めない話なんですけれども、聞いていただけたらと思います。被災地の方からの声も集めてきましたので、ぜひお運びください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、今あったその7時半からラバンデリアで、木村さんのお話が、あるのでぜひ来てください。それでデモが終わってですね、割とすぐに、来ていただいてちょうどいいかなと思います。でそのためにですね、一応ラバンデリアの方でバリ料理もどきというものが用意されているはずです。ご飯を食べないで来れるような形になっています。あとですね、木村さんの、交通費などがですね、かかってまして、ちょっとですね簡単に、カンパの方をですねくるっと回るので、もし、懐具合が許す方はです、カンパをいただきたいと思います。よろしくお願いします。帰りの人が
ました。本当にあの復興五輪と言いますけれど、本当に復興したのか、私も先日神奈川の方に被災で、いらっしゃっている家族の国家賠償の裁判の傍聴に行ったんですけれど、決心でした。でも神奈川の方に避難されてからもうすでに5年6年が経過しています。その中で5人の方がもう亡くなられたということでした。本当にその住むべきところを奪われ、知らない土地で暮らさなければならないこのしんどさ、被災者の人たちは皆さん口々にそう訴えていました。復興五輪なんて絶対ありえないというふうに思いますし、私たちはそのことにも声を上げていかなければならない。オリンピックいらない、インターネットの厚見さんです。はい、よろしくお願いいたします。隣にあるボロッチのぼりが、まあ、私たちののぼりかといったら、私たちはこの2020年の前の2016年のオリンピックの招致の時から反対をしてきましたので、もうオリンピック反対で10年までは行ってないですけど、まあ、10年近く活動をし続けてきたということになってます。まあ、オリンピックなんか来なきゃいいなと思ってますが、まあ、来てしまいました。少しでも被害がなくなるようにと思って活動しています。でオリンピック、まあ、様々な形でオリンピック自体に問題がありますが、オリンピックを使っていろんなことをしようとしています。その問題点について話をしたいと思います。小池都知事が5月の11日に東京都オリンピック憲章に謳われる人権尊重の理念の実現のための条例、長いですけど一応これが仮称ということになってます。でこれを9月議会に提出をし、6月の4日に、まあ、条例案、こういった条例を作るという概要を示しました。私は小池都知事がオリンピックにかこつけて人権尊重の理念実現と言い出したことに本当に驚きました。そもそもオリンピックが人権を尊重しているのでしょうか。先ほどの話でもあった通り、オリンピックのメインスタジアム、あちらの方に見える、あ、今日は見えませんね、あちらの方に一応新国立競技場を今建設しています。その新国立競技場は日本スポーツ振興センター JSC の所有をする敷地内で建設するには敷地面積が足りません。でそこでどうしたでしょうか。都立明治公園を敷地にしたため公園の面積が減りました。でその公園にいた野宿者を追い出したというのは先ほど話がありました。で都立明治公園を敷地にしたため公園の面積が減りました。それを埋め合わせるため何をしたか、都立霞ヶ丘アパートという都営住宅を取り壊しました。都営住宅に住んでいた住民の方はどうなったでしょう。都営住宅の取り壊しは住民の責任では全くありません。オリンピックを招致をした東京都とかの責任ですが、東京都は引っ越し代を一銭も出してません。それどころか神宮前、若松町、百人町という3カ所の都営アパートに分散をすることになりました。地域コミュニティの破壊です。で新国立競技場の工事では労働者が亡くなって、その人は労災の認定もされています。まあ、その関連で、まあ、遺族代理人が小池都知事に要請書を出し、マスコミにも対してプレスリリースもしています。まあ、労災をするなという中身です。まあ、これを受けて東京都オリンピックパラリンピック準備局長は工事を担当している各局に対し、2017年7月25日に東京2020年オリンピックパラリンピック競技大会の会場整備における法令遵守の徹底等についてという文書を出しました。それにもかかわらず今年の1月29日晴海の選手村でクレーンと足場の鉄パイプに挟まれた作業員が31歳でお亡くなりになった。このことはマスコミなどで報道され、知っている人いると思います。2020年の7月にオリンピックをする、もう今は2018年の7月です。まあ、これだけ切迫している。そうなれば急いで工事をしなくてはならない。そういった状態を変えることなく、ただ労災を守るために法令を守りましょう、そんなことを言って労災がなくなると思ってるのでしょうか。そういうことに根本な無理はないのか。そんなことを全く考えてません。
オリンピックが来なければ人が死ぬことがなかった。こういったことが早くも現れている。私はそう思っています。で、暑いです。この夏の炎天下のものの競技もそうです。まあ、先日出たので皆さんご存知だと思います。マラソンの出発は午前7時です。で、50キロ競歩男性の出発は午前6時です。午前7時や午前6時に競技を開催をする、これのどこがアスリートファーストなのか、私のない頭ではちっとも理解ができません。で、しかもこのことで影響を受けるのは選手だけではありません。大会ボランティアを募集をしている、そのことは皆さんご存知だと思います。7時や6時に大会をやるこのボランティアの人は何時に集合させられるのでしょう。で、そんな時間に交通機関が動いているわけがありません。それも移動手段はどうするのでしょう。で、この人たちの宿は自分たちで手配をすると組織委員会は言っています。で、チェックアウトをするとき6時や7時の会場の時間に設定するためには3時だとか4時だとかに、まあ、ホテルを出なきゃいけない、多分そういうことになると思います。そんな時間にチェックアウトをする、そういうことを許すホテルがどこにあるのでしょう。まあ、こういった形でオリンピックが進めば進むほど人権侵害、人権の問題が現れてくると思います。オリンピックこそが人権を破壊していると私は思っています。で、先ほどの条例案の中身の説明に入ります。条例案の中身もずさんです。5月の11日に、私はオリンピックにかこつけた人権条例と思っていますが、これを発表するために検討した資料だとか専門家への聞き取り資料などを、まあ、確認をするため情報公開請求をしました。1月15日にタイムスケジュールが発表されています。で、今の条例はこの通りに進んでいます。ということは、初めからタイムスケジュールありきで物事を進める気で、さまざまな当事者団体などから意見を聞く気が全くありません。そのことは専門家からの意見聴取に典型的に表れています。東京都さまざまな人権課題を抱えていますが、この条例を作る際に聞いたのは、オリンピック憲章 LGBT ヘイトスピーチの3分野だけしか意見を聞いていません。で、専門家個別に意見聴取を行い、会議体での意見聴取は行わない。その理由として、相応の開催回数が必要で、まあ、意見取りまとめに1ヶ月半かかるから、まあ、そういったことはしないんだと、まあ、東京都の資料を言っています。東京都は人権課題をすべて対象にする気はなく、専門家の意見を隠れ蓑にして東京都の邪悪な意図を正当化しているとしか思えません。で、こういう専門家、お金を1万190円や1万3400円の経費を払って専門家の話を聞いてるんですが、専門家の意見の取り扱いはこんないい加減な形です。で、一応パブリックコメントもしましたが、一般の人の意見を聞く気があるとは私は当然思いません。で、こういう条例はいい加減である、人権などを全く考えていない、こういったことを東京都の人権課題に取り組んでる人にアピールしていく必要があると思ってます。で、東京都がこんないい加減な条例を出してきたのは、まあ、オリンピック憲章とつけば反対できないだろう、一般の人もいいもんだと思い込むだろう、そういうふうに思ってたとしか思えません。で、この条例を否決をすることによって東京都の鼻はオリンピックが逆らわないという風潮を打破する必要があると私は思っています。ご清聴ありがとうございました。時間が足りなかったと思いますけど、ありがとうございました。3時にでも出発します。それで、あと2人おことわリンクのメンバー続けて発言してもらいます。じゃあ、5時、間違えました、5時に出発するので、じゃあ役和さん、そして大江の木さん、お願いします。役和と言います。先ほど杉原さんがイスラエルの、企業が日本に乗り込んできているということを話していましたけれど、私もそのことについて話したいと思います。リオオリンピック
ですね、あのちょっとこの話をするのにいくつかインターネットで検索をかけてみましたけれど、あのリオでは22億ドルのお金契約が取れるとかってあのイスラエルが言ってる、この契約が本当に取れたのかどうか、あの彼らはウィル予定だったので、あのブラジルではあの反対運動、つまりあのイスラエルが占領をベースとしてあのノウハウを稼いでいる、それに対するあのボイコット運動っていうものが あのパレスチナに連帯する BDS ですね、ボイコット・ダイベストメント・アンド・サンクションズの運動がありますので、それにあの出会ったっていう情報もあって、リオでこの金額をイスラエルが契約取れたのかどうかそれは分かりません。それで中国ですね、中国もあの北京オリンピックであのイスラエル企業の支援を受けたっていうような情報も出てきますけれど、少なくともイスラエルがそのオリンピックはショーケースだっていうふうに言っていて、そのオリンピックを利用してそのサイバー攻撃がある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 というふうに宣伝して、それで日本をターゲットに人儲けしようとしていることはあの確実なことだっていうふうに思っています。今イスラエルはガザであの空爆をしています。あの反対帰還権を求める、あの今イスラエルになったところからガザに閉じ込めた人々なんですね、パレスチナ人。それがあのもう自分のあのお家に帰るっていう、そういう帰還権の非武装のデモンストレーションにあの銃撃で応え、それで爆弾を投下しているっていう状況があるわけです。1999年に私はガザにいました。オスロ合意から5年経って、パレスチナは独立するはずだったわけですね。それで独立したパレスチナで展覧会をやろうっていうことで、そのガザにいたわけです。それで、ガザがエルサレムとラマンダとガザで展覧会をやりまして、ガザが最終の場所でした。それで私その頃はだから和平の機運もあってガザ空港というものが存在してました。そのガザ空港からカイロに飛んで帰国の道に着くことになってましたけれど、そこにカイロからガザに1日1便なんですね、こう往復カイロとガザの往復っていうのが、それでそれに乗ってきた若い人たちがいました。紛争地を巡る旅っていうのを国連が将来の若いその時は若い人、将来紛争問題国際的紛争問題を解決する人材を育てるために世界の紛争地を巡る旅っていうのを国連が企画して、その旅に参加した人たちがカイロからガザに入ってきたわけですね。それでそのボーダー管理っていうのはイスラエルがやるわけです。だからガザのエアポートからイスラエルの領域に入って、その入管入出国ですね、入国出国 の、 手続きをするセンターがあって、そこに行くんです。それでその若者たちですね、その国連 の、 企画したごめんなさい、なんかその若者たちがどっと笑ったことがあったんです。何かといえばイスラエルが必ずそのボーダー管理で質問することって、道路に荷物を置きませんでしたかっていうのがあるんですね。それでそれを聞いてみんな笑った。なんとかイスラエル の、 ボーダー管理を通れば、そのことをみんなその質問に慣れていると思いますけれど、つまりその笑うようなそんな質問を私はカナダで同じ質問を受けました。つまりノウハウとしてそういうものを世界に売って、とっても売れるレベルのものではないけれど、それを
やっぱりイスラエルが撃っていくということをちょっと話しておきたいかな。ちょっと取り留めのない話になりました。時間もないので、またこの続きは別の機会に話したいと思います。ありがとうございました。ことわりんくの声だけです。僕に言われたのは、放射能問題を語れって言われたんですけど、別に専門でも何でもなくて単なるアーティストですけども、特に今も話があったように福島は全然復興なんかできてない、原発も収束してない、何千人、6千人ですか、第一原発に毎日人を投入して、でも政府の発表でも何十年もかかる。でそれは全く嘘で、きっと100年200年単位じゃないと放射線なんていうのは減っていかないわけですから、ずっとその問題は続いてるわけですね。でそれはでも東京都民として言いたいんですけども、我々だって全く影響がないわけではなくて、ずっとこの放射線の影響のもとに暮らしてる、耐え忍んでるわけじゃないですか。これは特に海外からいらっしゃってる皆さんにお伝えしなきゃいけない、例えばですね、東京の水道ほとんど賄っている金町浄水場というところがあるんですけども、つい直近6月の、浄水場から出てきた処理土っていうのがあるんですね。つまり、あそこはすごい汚いと言っていいと思うんですけど、利根川から水を上げてですね、とってもミラクルな技を使って無色透明の水を作ってるんですけども、そこから出てきている、土の中の放射性物質がどのくらいあるかっていうと、まだ6月の段階で、1キロあたり111ベクレル出てきてる、ミケタの放射性物質が出てきてるんですね、水の中から、それから、浄水場から出てきたものはいろんな生活を使って排水していって下水処理場に至るんですけども、そこではですねまだ例えば700ベクレルとか600ベクレルとか300ベクレルとかそのくらい下水から処理して出てきた土の中にもまだ水が放射性物質が含まれているわけですよ。そのくらいいっぱい放射性物質がずっと、ぐるぐる回っているようなところに住んでるんだと。それから食べ物も、東京からまだ福島がすごく離れてるんじゃないかと思ってるような、長野や、新潟 でもこの春にですね山菜から、基準値を超える、放射性物質が見つかってます。でこの基準値だってとっても緩いんですよ。100ベクレル1キロあたり、これは例えばチェルノブイリの事故があった時に輸入品に課した基準というのは40ベクレルだったんです。でその時に40ベクレル高いじゃないかって批判があったのに、高いというか緩いってことですよね、批判があったんですけども、それは政府の方は、輸入品はそんな君たち食べないでしょうってその当時言ったんですよ。それが40ベクレル。でも今度国産に課した基準が100ベクレルでゆるゆるなんですよ。それをまだ超える数値の食べ物が要するにあちこちあるわけですよ。そういう環境の中で我々が生きてるっていうことを考えなきゃいけないと思うんですね。でそこでオリンピック開くわけですよ。ねこれいいんですかね。皆さんみんな東京の人は我慢してここ住んでるのよ。それぜひ分かってください。あすいませんお疲れ様です。これからデモに出発します。デモに出発は5時こっち通さない、こっち通さない。バラボレッキ下さった方、お願いします。ラピカセをこうやって肩を立つ、80年代スタイル。バナー、先頭はどれを持ちますか？先頭のバナーどれ？前にどんどん入ってください。前に入ってください。デモの前に前に詰めてください。もうデモ出ます。もう出ます。時間になってるんですいません。前に詰めてください。五輪災害お断り。五輪災害お断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。
しょいわっしょいわっしょいオリンピックは災害だオリンピックは災害だオリン災害おことおりオリン災害おことおり東京五輪はおことおり東京五輪はおことおりオリンピックはおことおりオリンピックはおことおりちょっと難しいよ空搬宅配交通渋滞渋滞混雑おこどおり戒厳令下の東京五輪戒厳令下の東京五輪東京五輪はおこどおり東京五輪はおこどおり日の丸振らないテレビはみんないい日の丸振らないテレビはみんないい実況中継やかましい実況中継やかましいサンバを強制させてないで参加です参加参加なんかしたくないよねオリンピックに参加参加を強制させないで参加を強制させないで今すぐ休止だ東京五輪今すぐ休止だ東京五輪オリンピックはお断りオリンピックはおことおりスポーツゾンビはおことおりスポーツゾンビはおことおり筋肉ゾンビもおことおり筋肉ゾンビもおことおり感動教養おことおり感動教養おことおり今すぐ中止だ東京五輪今すぐ中止だ東京五輪東京五輪はお断り東京五輪はお断りオリンピックはお断りオリンピックはお断りわっしょいわっしょいわっしょいテレコンビジネス住む街コーステレコンビジネスもう一回いくよテレコンビジネスズームマッチコーステレコンビジネスズームマッチコース住民を追い出す開発事業住民を追い出す開発事業あともっとなる山となるあともっとなる山となる住民を追い出す開発事業あとはもっとなる山となる住民を追い出す開発事業住民を追い出す開発事業露宿者追い出し許さない露宿者追い出し許さない逃がした公園返せ逃がした公園返せ今すぐや
めよう東京五輪。オリンピックを起こさない。今すぐ中止の東京五輪。東京五輪はお断り。嘘と愛の日体表。嘘と愛の日体表。嘘と愛の東京五輪。オリンピックは最大だ。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。今すぐやめよう東京五輪。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。オリンピックは災害だ。五輪災害お断り。ワイドの東京五輪。ばらまき経済バブルは崩壊。嘘とワイドの東京五輪。おい指導体制だったかよ。ばらまき経済バブルは崩壊。おい指導体制だったかよ。嘘と愛の東京五輪。東京五輪はお断り。今すぐやめよう東京五輪。わっしょい、わっしょい。デデコンビジネスセブラーチ壊す。デデコンビジネスセブナーチ壊す。住民を追い出す開発事業。野宿者人権を奪わせない。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。一体長嘘と賄賂の日体長。東京五輪はお断り。嘘と賄賂の JOC。嘘と賄賂の JOC。嘘と賄賂の日体長。嘘と賄賂の日体長。よし、解散。よし、解散。よし。JOC はオリンピックを諦めろ。JOC はオリンピックを諦めろ。オリンピックを諦めろ。オリンピックを諦めろ。オリンピックはいらないぞ。オリンピックを切迫、オリンピックのための建設を切迫するぞ。オリンピックのための建設を切迫するぞ。オリンピックを諦めろ。私たちはいらないぞ。オリンピックはいらないぞ。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。オリンピックオリンピックは災害だ。五輪災害お断り。五輪災害お断り。嘘と賄賂の JOC。 嘘と賄賂の JOC。 ばらまき経済バブルは崩壊。ばらまき経済バブルは崩壊。嘘と賄賂の日体教。嘘と賄賂の日体教。東京五輪は生活コース。東京五輪
生活壊す。オリンピックは未来を壊す。オリンピックは未来を壊す。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。警察軍隊です。Oh, yeah.
やめろ NHK。 スポーツサンビーはお断り。スポーツサンビーはお断り。筋肉サンビーはお断り。筋肉サンビーはお断り。サンビーをやめろ NHK。 サンビーをやめろ NHK。サンビーをやめろ NHK。スポーツサンビーはお断り。オリンピックを
していただきたいと思います。たくさんの理由があって私たちはオリンピックに反対しています。私たちの声をどうぞ聞いてください。わっしょいわっしょいオリンあーごめんわっしょいわっしょいオリンピック最大だ、オリンピックは最大だ、オリンピックは未来を通す、オリンピックは未来を通す、東京五輪はお断り、東京五輪はお断り、オリンピックはお断り、オリンピックはお断り、ご視聴ありがとうございました。
今すぐ中止が東京五輪中止が東京五輪東京五輪がお断り東京五輪がお断りオリンピックがお断りオリンピックがお断りそうですね、じゃあちょっとここで、あの、不満やりながら、後ろの人が出てくるな。警察分隊出てくるな。治安強化はお断り。治安強化はお断り。利権団体お断りオリパラビジネスまっぴーらごめんオリパラビジネスまっぴーらごめん あとは野となる山となる今すぐやめよう本当に死ぬぞ今すぐやめよう本当に死ぬぞ東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。
Thank you.
オリンピックは大事だ。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 オリンピ
ネコビジネス中部町交通住民追い出す開発事業野宿者人権奪わせない明治公園も変えて今すぐ中心者と五輪をお断り原発事故を忘れるな原発事故を忘れるなアンダーコントロール嘘っぱち復興五輪はまやかしだ警察軍隊出てくるな治安強化はお断り治安強化はお断り今すぐ廃止消防隊監視の強化をお断り東京五輪はお断りオリンピックは開催だオリンピックは開催だ五輪大会お断り日本と賄賂の東京五輪バラマキ経済バブルは崩壊バラマキ経済バブルは崩壊東京五輪は生活壊す東京五輪は生活壊すオリンピックは未来も壊すオリンピックは未来を壊す東京五輪はお断り東京五輪はお断りオリンピックお断りオリンピックはお断り通販宅配交通渋滞混雑お断り改善データの東京五輪東京五輪はお断り東京五輪はお断りオリンピックはお断りオリンピックはお断り日の丸振らないテレビは見ない日の丸振らないテレビは見ない実況中継やかましい参加を強要させないで オリンピックは開催だ。
国は未来を創造。東京五輪は東京五輪は東京五輪は今すぐ中止で東京五輪開催
ドリンサイドへお断りをちょっと怖いのよ東京五輪ちょっと怖いのよ東京五輪バラマキ経済僕には崩壊バラマキ経済僕には崩壊東京五輪は全国壊す東京五輪は全国壊すオリンピックは未来を壊すオリンピックは未来を壊す Yeah, yeah.
東京五輪。サンクレーズ地獄の東京五輪。今すぐやめよう、本当に死ぬぞ。今すぐやめよう、本当に死ぬぞ。三角を決めてください。東京五輪。今すぐ中止だ、東京五輪。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。やめなきゃ立てず。怖いという東京を見る。この先左に曲がります。この先左に曲がります。経済バブルは崩壊。この先経済バブルは崩壊。東京五輪は生活壊す。東京五輪は生活壊す。オリンピックは未来を壊す。オリンピックは未来を壊す。オリンピックはお断り。今まで見ない選手は見ない。たまるふたまいテレビは見ない。一等地域でやかましい。一等地域でやかましい。参加を強制させないで。参加を強制させないで。オリンピックの最大だ。オリンピック最大のこだわり。ボランティアなどお断り。ボランティアなどお断り。
はお断り。金働きはお断り。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。養殖者人権見逃せない。宮下公園返せ。宮下公園返せ。今すぐ中止だ東京五輪。今すぐ中止だ東京五輪。宮下公園返せ。宮下公園返せ。住民追い出す開発事業。住民追い出す開発事業。宮下公園返せ。宮下公園返せ。農畜者人権奪わせない。農畜者人権奪わせない。宮下公園返せ。宮下公園返せ。今すぐ中止だ東京五輪。今すぐ中止だ東京五輪。オリンピックは災害だ。オリンピックは災害だ。住民追い出す開発事業。住民追い出す開発事業。宮下公園返せ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 。野宿者人権奪わせない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 。宮下公園返せ。おだどだったら進行しますんで会談しよう。宮下公園返せ。宮下公園返せ。ゼネコンビジネス進む巻き壊す。ゼネコンビジネス進む巻き壊す。追い出す開発事業。住民追い出す開発事業。宮下公園返せ。野宿者人権奪わせない。宮下公園返せ。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックは災害だ。オリンピックは災害だ。五輪災害お断り。五輪災害お断り。住民追い出す開発事業。住民追い出す開発事業。警察軍隊出てくるな。治安強化はお断り。治安強化は今すぐ廃止消防団。監視の強化はお断り。監視の強化はお断り。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。オリンピックは災害だ。五輪災害お断り。五輪災害お断り。住民追い出す開発事業。住民追い出す開発事業。野宿者人権奪わせない。野宿者人権奪わせない。宮下公園返せ。宮下公園返せ。原発事故を忘れるな。原発事故を忘れるな。アンダーコントロールストッパチ。アンダーコントロールストッパチ。復興五輪はまやかしだ。復興五輪はまやかしだ。ゼネコンビジネス進む町壊す。ゼネコンビジネス進む町壊す。住民を追い出す開発事業。住民を追い出す開発事業。生産確認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 。宮下公園返せ。宮下公園返せ。今すぐ中止だ東京五輪。
ます。オリンピックは幸いな。オリンピックは幸いな。五輪災害を断り。五輪災害を断り。スポーツ賛美はお断り。スポーツ賛美はお断り。感動供与を断り。感動供与を断り。今すぐ中止だ東京五輪。今すぐ中止だ東京五輪。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。警察軍隊出てくるな。警察軍隊出てくるな。治安強化はお断り。治安強化はお断り。今すぐ廃止消防隊。今すぐ廃止消防隊。前田お詰めさんお願いします。関係の強化はお断り。東京五輪はお断り。東京五輪はお断り。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。もっと前前前オリンピックは災害だ。オリンピックは災害だ。オリン災害お断り。オリン災害お断り。風味を追い出す開発事情。風味を追い出す開発事情。野宿者人権奪わせない。野宿者人権奪わせない。宮下公園前へ。宮下公園前へ。今すぐ中止だ東京五輪。今すぐ中止だ東京五輪。オリンピックはお断り。東京五輪はお断り。はい、皆さんお疲れ様でした。暑い中でしたけれども、最後までちょっといつもよりは長めのコースでしたけれども、最後まで歩き通せ、でオリンピック反対の声を渋谷中に響かせていったと思います。今日の最初の発言にもありましたけれども、この、2020、オリンピック開催を本当に連絡会ということでは、主催のデモとしては初めてのデモを、このオリンピックまで2年前ということで今日やりました。で、神宮橋でのアピール行動の時にも皆さんお気づきだと思いますけれども、やはり多くの平安工作、公安警察官が、取り巻いているという監視状況の中で、アピールも知られるわけですけれども、これがまた2年後を、どんどん時間がオリンピックへの、始まりの時間が近づくにつれ、こういった弾圧体制みたいなものはもっともっと強化されていく、そういうような状況にあるのが、現実だろうという中で、原則的に今後も活動を続けていきたいというふうに思います。で、最後に締めの言葉を、仲間の宮崎さんからお願いします。皆さんお疲れ様でした。本当は私最初の、アピールの時に反監視でちょっとお話をする予定にしてたんですが、全く時間がなくなってしまったので、最後に審査員言ってましたけども、私たち以上に多くのですね、公安警察が後ろに私たちを取り巻いていた。昨日の元号の集会でも文教区民センターの前にはたくさんのやはり公安がいました。今来年が生前退院、そして再来年2020年オリンピック、この2つの課題はおそらく一番公安が集まる課題で、それに対してこの課題に対してノーという市民が一人でも減るようにということで、これだけたくさんの公安が出動しているというふうに思います。しかし私たちはそれにめげずにですね、多くの市民の人たちに
やはり訴えかけ、そして一人でも多くの人たちに、また2年間の私たちの行動にぜひ参加してほしいということで、働きかけを強めていきたいと考えています。特にビラ配りましたのは、9月の、2週にわたってオリンピックを映像で振り返るという、そういう企画を今立てています。ぜひそちらの方にもお集まりください。でもう2年しかありません。おそらく、来年の、1年前、もっと大々的なオリンピック1年前、そうした催し物が向こう側もやるでしょう。私たちは今日のような行動を積み重ねて、もっと多くの反オリンピックの仲間が集まれるような、そうした行動をぜひ皆さんと共に準備していきたいと思います。また明日からあと2年、本当に迫ったオリンピックに対してぜひ反対の声を強めていけるよう頑張っていきましょう。はい、で今日の参加者は一応マスコミ発表で100という、主催者としてはきちっと数えきれなかったんですが90何人いました。で、まあ、マスコミの方が数えた段階で100人今日は集まったということで、ちょっと予想外の結集だったと思います。どうもありがとうございました。じゃあ最後にシプレヒコールを簡単に上げて終わります。どんなコールにしましょうかね。わっしょいでいきますか、それともオーソドックスにいきますかね。オーソドックスにいきますか。でも全然これ私も目見えないし。よし、ではスプレイコー、スプレイコー、オリンピックをやめさせるぞ。福島原発事故を忘れないぞ。老人の生い出しを許さないぞ。灼熱ジュースのオリンピックも真っ白だ。ゼネコンを儲けさせないぞ。私たちの生活を破壊させないぞ。オリンピックは中止だ。オリンピックはいらない。中止よ、中止しよう。頑張ろう。ございました。これで終わりですので、気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。待ってよ。